日よりね、奈良中継した方がいいですよ。10勝5敗2セーブ、見事な活躍ぶりでした山田。今日2本ヒットを打っている奈良原から8回の裏の西武の攻撃です。本当に変われば変わるもんですね、ピッチャーって自信持つとね。今年もキャンプを出たらかなり期待しましたからね。とにかくこのストレートだけをですね、こう見せて、伊藤、西村、それからこの山田と3人並べてね、ストレート投げたら誰がそうで、山田が一番すごいんだ、だからお前自信持ってコントロールもついてきますからね。これこういうね、こんな時期じゃボールは早くまた見えるんだ、一層ボール見にくいからね、今バッターは。気がつきますと試合が始まる頃は汗ばむような秋の日差しだったんですが、上空厚い雲も一部出ておりまして、先ほどはゴロゴロっと雷も鳴っておりました。打順トップに返って辻、ピュッてくる速さじゃなくて線の太さがありますよね。今シーズン2桁したということで自信を持って投げてますね。はい、ジロはもう全然平気な顔してますが大丈夫ですか。大丈夫です、はい、おストライク連続三振。まあ、これ楽な展開だから ね、うん、これが競った時にこんなピッチングされると手も足も出ないね。これで半年もなんていうか、このシリーズ大きな戦力ですよ。今シーズンプロ初勝利から一気に10勝を挙げた山田というシリーズ初体験組がいます。それからまだヤクルトには今年2月の川崎、それから20セーブの高津と、まあ、どこどこ来ますから。しかも自信を持って投げ込んでくる。この辺は選手の声も一段となんかリードしているだけに出てるようです。とは早く感じるね。あ、危なかったのもまた白い歯がこぼれましたよ。ちょっとスピードがあったんですが、ご覧のように照明灯すっかり火が灯って、その明かりが人工芝を照らし出しております。西武が4年連続9回目の日本一になるのか、それとも2年連続3回目のリーグ優勝を果たしたヤクルトスワローズが15年ぶりの日本一の座を掴むのか、注目のシリーズ第1戦。バッターボックスは石毛に代わって3塁に入っている清水です。立ち上がりましたよ野村監督。今年は西武が勝つならば接戦、ヤクルトが勝つ場合はほんと4勝か5勝1敗ぐらいで行ってしまうということをずっと漏らしてはいたんですが、ごめんなさい、4勝1敗ですね。ランナー2人置いて清原打席に立たせたいね。フォアボールでツーアウトですが、2塁1塁、2塁に山野が行きました。さあここ行くということはありますからね。でにわかにこの表情もですね、ちょっと汗ばんできて、そう信じられませんよね、あのボールからね、コントロールといい、そうね、同じ感じで、うん、早い、でも、ところが
ぐだけね。まっすぐだけ、4番5番チャンス、まっすぐ、まっすぐ狙えと。そうね、よい。2打席以降はね、やはり徹底したボギーサービスを得られましたからね。ここでまた古田がこのインサイドを中心とした攻めを組み立てております。外バットが回った、フォークボール。